国道467号起点神奈川県山和市、三野原東交差点国道467号終点神奈川県藤沢市、片瀬東浜交差点国道467号は、神奈川県山和市から藤沢市に至る一般国道である。神奈川県藤沢市亀、井の神奈川県道41号藤沢町田線を呼び、 主要地方道鎌倉片瀬藤沢線の一部が1993年4月に一般国道に昇格したもので、現在でも藤沢町田線、藤沢街道、町田街道などと呼ばれる。土休日は湘南、江ノ島方面への観光需要が年間を通して高く、片側一車線道路ということもあって、江ノ島入り口交差点の信号を先頭に前線で慢性的な渋滞が起こる。 また平日は藤沢橋交差点、南藤沢交差点付近などが慢性的に渋滞している。この渋滞を緩和させるため、国道1号と交差する藤沢市城南の交差点から藤沢市、桂原付近までの間に、神奈川県道43号藤沢厚木線を建設、さらに綾瀬市時、小台交差点に到達する神奈川県道42号。 藤沢山厚木線と接続したことにより、若干混雑が緩和された。寺尾台交差点は、神奈川県道40号横浜厚木線と接続しており、大和市、海老名市の市街地に行くことができる。この国道は、藤沢市から大和市、鶴間までの間、小田急江ノ島線と並行する形であるため、江ノ島線の駅に近い主な交差点では特に、 混雑が激しい時間帯がある。特に、厚木街道と交差する、山和一号踏切、神奈川県道45号、丸子中山茅ヶ崎線と交差する、桜ヶ丘一号踏切は昼夜問わず、慢性的に渋滞が発生している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。ここでは、神奈川県道を、県道と表記する。 国道1号藤沢バイパスとの交差神奈川県藤沢市発木指導は主要なもののみ記載。ありがとうございます。